2勝2敗で迎えましたシリーズ第5戦を迎えた西武球場です。30年ぶりにナイトゲームでこの西武球場ではおととい、昨日、そして今日と行われていくわけですが、まあ、寒さが気になるという状況ではありませんで、むしろ風がなく、まずお客さんの方も寒さ対策は十分にできていますが、あまりその寒さを意識せずに今日の5戦を待てそうな西武球場です。わからないかなっていう雰囲気になりましたね。しかし何かこうね、大試合のもたらす雰囲気かもしれませんが、一球の怖さっていうのも何か随分こう印象に残るゲームが続きますね。そうですね。さあ、それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。先行の巨人です。今日も落合はこの球場には姿を見せません。1番がレフトグラッデン、2番ショート河合、3番がライトの松井です。そして4番は今日も指名打者は吉村です。5番がサード岡崎、6番ファースト原、7番がセンター古藤、8番キャッチャー村田新一、ラストバッターは昨日に続いてスターティングメンバーは福王セカンドです。そしてピッチャーは先発桑田です。西武はそれぞれの選手がポジションにつきました。西武のオーダーです。1番がセカンド辻、2番ライト大塚、3番昨日サヨナラヒットの佐々木センター、4番がファースト清原、5番指名打者鈴木、6番にサード石毛、7番レフト阿部、8番キャッチャー伊藤、ラストバッターショートの田辺ということで昨日とオーダー変わりません。先発ピッチャーが渡辺久信です。第1戦5回3分の1を投げまして11対0、勝ち投手になりました。それは今シーズンの渡辺久信の成績です。シリーズ7勝目を挙げました渡辺、1番のグラッデンを迎えます。第1戦では5回3分の1でヒット3本に抑えました。初球高めのストレートが外れました、ワンボール。藤田さん、第1戦の渡辺久信はなかなか良かったように思いますが、いやもう力みがなくてね、いつもの渡辺があの力む時の姿を見てるとコントロールが悪くて心配だったんですけど、はい、第1戦は良かったですね、軽く投げましたね。グラッデンはその時ショートフライ、ショートゴロ、そして3打席目にセンター前ヒットを打っています。対渡辺にはこのシリーズは3打数1安打です。赤堀さん、はい、今3球目投げてね、はい、渡辺時々見せるんですが、ちょっとこう投げ終わった後体が一塁側にカッとこう倒れそうになりましたよね。そうですね、それはいつものね悩み方ですから、はい、いいと思いますけどね。ライトへの打球、大塚です。ほぼ定位置、ワンアウトです。風は今日も全くありません西武球場。守る西武です。渡辺伊藤のバッテリー、清原がファースト、セカンド辻、サードに石毛、ショート田辺、レフトが阿部で、センター佐々木、ライトは大塚。2番の河合、藤田さん、シーズンで今年河合は3割を超えたんですが、このシリーズは15打数1安打、どうですか感じは。ちょっと調子が悪いですね。ああ、バントヒットを狙いました、ファウルです。タイミングがね、速い球にずいぶん遅れてるんですね。ほうほう。しかし今日の渡辺ですがね、
第1戦よりもちょっと力が入ってますからね、立ち上がりね、ちょっと力みが見えますけどね、早いことは第1戦よりも早いと思います。そうですか、河合がこの渡辺に対して第1戦ではレフトフライ、ショートゴロ、ショートフライ抑えられました。早い球です。見事な速い球、145キロ。赤堀さんは抑え投手ですから、はい、試合が始まった頃っていうのは大体どんな心境でプレーを見てるもんなんですか。そうですね、まあ、あまりそんな真剣には見てないですから、はあ、気楽に自分自身のリラックスさせながら見てますからね。先発投手の立ち上がりの調子ってのはやっぱり味方のピッチャーが気になるんじゃないですか。気になりますね、はあ、やっぱり立ち上がりで結構調子っていうのは大体分かってきますから、はい、そういうふうに見たら違いますね。松井を迎えています。フォアボールとライト線のツーベースというのが第1戦での渡辺、松井の対戦でした。ツーナッシング。こちらは巨人先発の桑田、昨日のホームランって松井には随分自信になりましたでしょうか。気が楽になったでしょうね。あ、気が楽にね、際どいホームランで大塚のグラブに当たって入ったんですが、あれ飛び上がったガッツポーズありましたね。そうですね、嬉しそうだったですね、はい、左のカーブを打ちましたから特にそうでしょう、はい、惜しい球。野手全員が一歩半ぐらい一塁側のベンチの方にさっと動きました。もちろん初めてのシリーズですが、マウンドの渡辺は去年までに日本シリーズは19試合に登板していました。このシリーズ2度目の登板ですから21試合目です。7勝2敗。なかなかこの人シリーズでいいんですね。そうなんです、シリーズになるとね、ガラッと変わるんですね、最初の打席松井フォアボールです。今のフォアボールになった原因は藤田さんどういうふうに分析されますか。やっぱり松井の一発というのは相当気になってるんでしょうしね。それとどうも今日はこの前よりも力みがね、見えますんでね、その力むと渡辺ってコントロールを乱しますからね、そういうものはちょっと現れたんじゃないかと思いますね。指名打者4番の吉村、昨日は2安打。
ワンツーツーアウトで少し松井の動きが気になるんですか。ツーアウトですからね、4番ですから、はい、別にここは大した動きはしないと思うんですよね。ライトの前です。大塚ワンバウンド待っていた。松井が二塁に止まります。綺麗に合わせました。指名打者4番の吉村、このシリーズこれで5打数3安打になりましたが、きっちり合わせましたね。そうですね、はい、もうシリーズになって、このシーズン中ずっと調子の悪かった吉村がですね、はい、シリーズに入って調子が上がってきてるっていうのはジャイアンツにはとっては非常にね、いい、頼もしいですよね、そうでなくても打線がちょっとあまり点が取れない打線ですから。思えば今年のペナントレースは長嶋監督ね、前半は落ち合い効果というような言葉も聞かれましたけども、内転筋を痛め空直筋ですか、それも随分、ね、指名打者で第3戦出てそれがマットで、このシリーズ落合が復帰してくるのもなかなか難しかろうという情報も伝わってますしね、相当重症のようですね、無理して一試合は出ましたけどね、もう落合としてもこのシリーズ何としても働きたかっただろうと思いますけどもね、はいはい、ツーアウトからランナー2人、バッターは岡崎です。ここまでシリーズは全部先制点を取ったチームが、まあ、昨日の場合もつれましたけども結果は勝ちになってるんですよね。やはりシリーズの先制点というのは非常に大きい、チーム全体がね、はい、の活気が出ますからね。やはりこの岡崎、吉村岡崎というところが当たってきてますからね、西武としてはかなり丁寧にいってますよね、はい、ベテランの岡崎33歳になりますが、日本シリーズはこれが5回目の出場。ワンスリーから変化球でツースリー、ツーアウトツースリーですから、当然二塁一塁のランナーはスタートを切ります。ボールです。フォアボール満塁。今日ゲストの赤嶺さん、はい、ツーアウトを取った渡辺ですが、今森重和ピッチングコーチが行きましたね、はい、何かこう変化っていうか見られます。そうですね、まあ、松井君に対してね、やっぱり結構もう神経使って、はい、まあね、神経使いすぎてその次の吉村さんに打たれたっていう感じしますね。はあ、やっぱり立ち上がりって難しいんですかね、三田さん。いや、本当に立ち上がり難しいし、特にあの渡辺の場合はですね、はい、タイミングが合わないときは非常に怖いんですよね。タイミング合わないと、投げる時のタイミングですね、全体のタイミングがうまく噛み合ったときはすごい威力があるし、コントロールもいいんですけど、そのタイミングがちょっとずれますとね、はい、コントロールに不安定なタイプのピッチャーですよね。原登場です。原は第一戦ではこの渡辺久信に対してセンターフライとショートゴロ、
あれ第1打席に確か思い出すと、ね、ちょっと甘い球が来て打ち上げたセンターフライだったんですよね。そうですね。そうなんです。辻へのフライ、セカンドフライです。三者残塁、1回の表巨人は2アウト満塁まで攻めましたが得点がありません。最後タイミング外れましたか。あのスライダーですよね、はあ、ボールのスライダーですよね、思わず手を出しちゃったんですがね、あの曲がったもんですからね、ま、はい、っすぐ来ればもう当然見逃す体勢だったと思いますけど、はあ、曲がって球が遅くなった分だけ手が出ちゃったんですね。なるほど。これは赤堀さん、今の場合は3球勝負っていう感じバッテリーはあったんですかね。いや、ないと思うんですけどね。ああ、まあ、本当外す、外に外すボールが、ええ、たまたま中に入ったために原さんも手が出ちゃったっていうことだと思いますけど、はい、1回巨人3人ランナー塁を埋めましたが得点なし。さあ今度は桑田、今年のペナントレース終盤大活躍の桑田、第1戦渡辺久信と投げ合って6回を投げてヒット6本、三振5つを奪いましたが自責点4ということでマウンドを降りました。まあ、清原との対決ホームランから始まってね。そうですね、はい、その後3点を右へ打たれましたから、桑田は渡辺久信とは違って1回、まあ、セーブを記録する抑え役をしたんですよね。あれが全部桑田にとってはプラスになってるんじゃないです か。 あ、そうですか。余分な登板だったかも分かりませんけどね、はい、第1戦に打たれたということをね、後に引かないためにあれできちっと投げたのが良かったんじゃないかと思いますけどね、はい、ご覧のように巨人の守備、そして今日の審判はセリーグの友寄、一塁前川、二塁小林、三塁寺本、外野選手レフト井野、そしてライトに五十嵐です。一回の裏西武、辻から始まります。今日は桑田がね、はい、どっち寄りの球で組み立てていくかが非常に興味深いんですよ。外寄りの球で組み立てるか、はい、近めの球で組み立てるか。という藤田さんの今のお話は第一戦で少し外寄りが多かった。そうなんです ね、 桑田ですから、はいはい、インコースの球詰まりました。岡崎、原が取ってワンアウト、意図現れてますかね。そうですね、今日はなんか近めの球を多く持っていこうという気持ちを持ってると思うんですが、がですよ、今あまりいい当たりされたでしょ、はい、カンと、ちょっと桑田が心理的にね、あれっていう気は持ったんじゃないかと思うんですね。あれがガシャッと詰まってくれたら意を強くしたと思うんですがね、今日ゲストの赤堀さんは抑え役ですから、はい、その自分と違う球種のピッチャーがいるとしてもですね、はい、そういう点からずっとこう頭の中で描きながら出番を待つってなことなんでしょうかね。そうですね、ああ自分で考えながら、ね、ええ、見てますから、うん、この第4戦までをずっとまあご覧になっててですね、西武打線に対してこのところの西武ならこうしようってなことは赤堀さん、もしマウンドに立ったとすれば何か描いてらっしゃいます。まあやっぱり西武のバッターインコースっていうのはね、はい、なかなか打ちづらい球で結構よ効くんですよね。ほうほう、効いてるんですけどそこばっか投げすぎたらボールでカウントアウトしてしまいますから、はあ、やっぱり
外、僕だったら外中心でいきますけどね。ほうほう、大塚もこのシリーズは大活躍で19打数7安打3割6分8厘がこのシリーズの打撃成績。レフトの前に落ちそうだ。ワンアウトからヒット。ちょっと今の場合ボール高いですかね。真ん中高めのまっすぐですね、はい、第1戦と違うところは、桑田は今日はストレートを多くしてるんですね。これは牧原を参考にしてると思うんですね、はいはい、まっすぐでいけると、ということでまっすぐ多くしてると思うんですけどね。これもたまたま甘いところへ行きましたけども、佐々木に対してどういうピッチングをしていくかですね、はい、もうあの佐々木に対してはフォークボールとか緩いカーブとかが効き目があるっていうことははっきり分かってますし、逆に佐々木もねその球をマークするようになってますでしょ、昨日の試合あたりからね。そうですね、20打数8安打打点6、活躍する佐々木です。昨日はサヨナラヒット。西武は今年のペナントレースでは140の盗塁を記録しました、まあ、機動力ではこのシリーズを占う上でねもう断然西武と言われたんですが、昨日のあのワイドピッチで一塁ランナーが三塁までとかですね、これは見せましたね、はい、西武らしかったですけどね、その他は割合早く打ってるんでランナーが走る暇がないんです、 そうなんですね、昨日初めて辻が2つ盗塁に成功しました。ランナーの大塚はとにかく一昨年の日本シリーズでその足の良さは証明済み。しかし今シーズンは15試合しか登場しておりませんで盗塁が1ということですが、ノートゥーになりました、ね、走らせたいですけども佐々木に空振りが多いですから、なかなか難しいところですね、はい、第1戦ではあの外側に流れるボール気味のフォークボールランナー置いてね2打点タイムリーだったんですが、はい、左に切れます。お客様ファールボールにご注意くださいませ。赤堀さんはこの佐々木選手とは今シーズンどうだったんですか。そうですね、まあ、2戦目にホームラン打たれましたから。あ、はいはいはい、やっぱりシーズン当初ね、はいはい、あれもまっすぐですからね、本当にまっすぐが強いですから、本当に抑えるにどうしたらいいかって考えます。なるほど、ボールの縫い目を確認するのが桑田の癖。ランナースタート、間を抜いた、大塚三塁へ、悠々セーフ、ボールはセカンドに来ます。ワンスリーからステンドランでした。さあ最初にテンドランできましたが、藤田さん、はい、これはもう当然ね、もうストライクは取ってくると、はい、もうはっきりした場面だったですからね。それにしても佐々木が引っ張らないで、そうでしたね、あの外目のまっすぐの球ですけどね、そのままポンとぶつけていきましたね。
ちょっと佐々木にはストレート系が多すぎたような気がしますね。やはりそうですか。の過去4戦佐々木にうんとフォークボールカーブ系を各投手が使ってますんで、はい、その逆を狙ったんだと思いますけどね。桑田のピッチングは4番の清原です。このシリーズ2本のホームラン。桑原、清原、桑田の対決、あの第1戦はホームランから始まってタイムリーもありました。まあ、言ってみれば清原にやや軍配が上がりましたよね。そうですね。今の高さだといいんですね。清原かなり近めのまっすぐっていうのはマークし始めてますからね、昨日あたりから、はい、から十分そこに網を張ってると思うんですね。ただインハイに持っていくと清原はここはちょっと弱点ですからね。共にプロに入って9年目になりました。このシリーズでは桑田は4打数3安打と清原に打たれています。1ホームラン1本。2本外へ行きましたから ね、はい、だから近いところへ1本行きたいところなんですよね。清原はこれをどう待ってるかですね。あのインサイド攻めが多いんです。立つ位置をですね少し離した傾向があるんですよね。離れました、こういう風にしています。村田サインを送って外にミット、右へ打った、これは犠牲フライに十分なりそう。ホームイン、1点先行セーブ。清原ライトへの大きな犠牲フライ。一塁ランナー佐々木はスタートを切りましたので一塁に戻りました。清原のバッティング、今右を狙いましたか。もう無理しないでですね、そのまま素直に出しましたね。はい、ミット構えてるところは行ってますよね。あの低いけどコースが少し中に寄ってるんですね。そうですか。これもうちょっと高かったらこのままもっと飛んだんじゃないかというようなあのコースだったですね。はい、ワンツーからやはりこうインサイドは攻めにくかったんでしょうかね。ちょっとね下がってる分だけちょっと攻めづらくなってるんじゃないですかね。5番指名打者の鈴木、ランナースタート、ボールを落としました。盗塁成功。今シーズンの盗塁王の佐々木です。このいきなりというのはあれですわね。いいスタートを切りますね、はい、このシリーズ2つ目の盗塁を記録しました佐々木です。の鈴木は第1戦はこの桑田に完全に抑えられました。
勝2敗で迎えた第5戦、勝った方に日本一への王手がかかります。このあと西武のオーダーは石毛、阿部、伊藤とつながっていきますが、ノースリーストレートのフォアボールです。これ、まあ、勝負避けたんですか。いや、無理しなくてもいいですからね。これから3つストライクを取っていく行かなきゃいけないですね、はい、だからあまり無理をしないでいいやと、打ってくれて儲け物というところに投げていくつもりだったと思いますけどね、はい、ただ桑田のピッチングがね、ちょっとストレートに頼りすぎてると言いますかね、ストレートが多すぎるんですね。桑田のピッチングは、これほどストレートを使っていくタイプのピッチャーじゃないわけですからね、はい、もう少し見せ球に変化球を使っていっておいた方がいいんじゃないかと思いますね。6番のサード石毛、過去シリーズでは大活躍した14年目の石毛ですが、このシリーズではまだヒットがありません。桑田石毛は今シーズン初の対決です。第1戦は石毛はベンチで出場機会がありませんでした。桑田との時です。確かにこう押してくる感じはあるんですが、変化球少ないですね。そうなんですね、まあ、せいでシュートをかけたボールですよね、はい。ランナー2人それぞれ進塁。ピッチャー桑田の二塁への牽制が触れてしまいました。ツーアウト二塁三塁。今日は先に巨人の方にミスが出てますね。一つまだリズムに乗れません。マウンドの桑田、しかし桑田にとってはここは抑えなきゃいけないところですよね。そうですよ、サードゴロです。2者三塁、石毛サードゴロに終わりました。しかし桑田、清原に犠牲フライを打たれまして、西武が1点先行です。しかしこの清原 KK 対決、この日本シリーズは清原のこれ勝ちという場面がだいぶ出てますね。そうですね、荒れた球を投げてこないっていう安心感があるのかわかりませんね。はは、1点を追う状況でジャイアンツこれから2回の表へと移っていきますが、赤堀さん、はい、先ほどちょっとね佐々木選手に打たれましたって話が出て、あまり思い出させたくはないんですが、はい、実は4月8日でしたかね、今シーズンの、プロ野球の開幕は、はい、そしてここで
近鉄と西武のすごいデーゲームの開幕があってですね、そうですね、ね、赤堀さんが抑えできてバンって伊藤選手に満塁サヨナラホームランと聞きましたよね。そうですね、あれから滑り出したんでこの球場って嫌な思い出になったんじゃないですか。そうですね、今年は結構嫌な思い出になりましたけども、その前がね、今度抑えてましたから、全然弦のいい球場だなと思ってたんですけどね。しかしね、三田さんね、赤堀選手には本当に今思い出させて申し訳ないんですけど、あれが元でね、何かこう今年は何があるかわからないぞみたいなスタートで、プロ野球というものがね、あのゲームによってね、非常に盛り上がったですよね。本当にあの開幕にふさわしいというか劇的なものから始まりましたからね、もうやられた方は苦しかったですけどねしばらく立ち直れなかったもんね、近鉄あれで ね、 そうですね。しかし赤堀さんってまあ抑え役に性格もぴったりなのか、藤田さんね、全然我々もあのその後結構取材があったんですよね、全くめげる気持ちを見せませんでしたね。やっぱりね、あの、リリーフっていうのはね、ストッパーっていうのはギリギリのところで出ていきますから、早く切り替えて、あのいつまでも尾を引かないことが大切ですからね。もうそういうこともあるんですから。7番の琴から始まっています。強い当たり、ワンアウトです。村田のバッティングは何か非常にこう思い切りがいいっていうんですか。そうですね、目立ちますね、そういうところが。最初のね、1、2戦はもう力んで力んですごかったですけどね、ややバットの先、佐々木が追いつきます。ツーアウト。放送席高山さん、一塁側のジャイアンツの情報です。はい、斉藤アナウンサーどうぞ。第1戦先発のこの渡辺久信に対する印象なんですけども、非常に想像以上に良かったと。第1戦は、ともかく打てなかったと、3本でしたかね、渡辺のヒットは。でなかなかですね、的の絞りにくいピッチャーだ、つまりコントロールはもう一つという感じなんですね。ですからなかなかこう絞りにくいということを、あの青口バッティングコーチが話していました。で今日はその見極め、特に変化球フォークの見極めも一つのポイントになるかもしれない、そんなあの話をしていました。しかしね、堀監督の身長からいけばあれだまでちょっとヒヤヒヤというところでも、逆に相手側からはそれがかえって的を絞りにくいとかっていう風になりますよね。ボールを振って助けないことですよ、バッターとしてはね、特に高めのボールですね。
脇腹を痛めておりまして、昨日今日とスターティングメンバーの福を、よく見ました。そうですね、はい、あの辺の見極めですね。1回に続いて2アウトからフォアボールのランナーです。赤堀さんがね、渡辺投手立ち上がりちょっと硬いかとおっしゃったんですが、まだ硬さありますか？そうですね、まあ、ちょっと硬いイメージありますね、本当に。あれ第1戦の時は1回にちょっとそういう雰囲気があったんですが、2回以降は見事でしたね。もう本当に軽くなりましたよね。佐々木が少し下がって取りました、3アウト。2回の表終わって西武ライオンズ1対0とリード。今日勝った方が3勝となって日本一へあと1勝と迫る2勝2敗の五分で迎えた第5戦ですが、藤田さん、はい、まあ、あのシリーズ中はですね、はい、まあ、本当に選手のこう勢いっていうのを大切にしようというところになるんでしょうけども、はい、この5戦取るか取らないかがすごい大きいですよね。これはね、本当にあの、はい、これから3連戦と見てね。なるほど、はい、2勝1敗で行くわけですけども、もうね、あのこれまで4戦戦ってきてるわけでしょ、はい、ですからもう相手のいいとこ悪いとこ全て両方研究し尽くして、それを実戦に出して結果を見てきてるわけですね。ですからもう昨日よりもまた今日はピッチャーとしても攻め方も守り方も難しいわけですよね、はいはい、これはお互いですよね。それにプラスこのシリーズの流れというものがどうしてもあるんですよね。この流れですね、それからラッキーボーイがいますよね、はい、相手にどれだけ威圧かけてる選手が自分のところに何人いるか、はい、相手に何人いるか、こういうものを全部含めてね、この辺でもう本当に両軍ががっぷりになってくるところなんですよね。だから特に今日なんかの先取点っていうのは非常に大きな意味があるわけですね。そして今あのベンチにいる西武の角投手が映りましたがね、はい、昨日先発した角が入ってますし、巨人の側は牧原がベンチ入りしてるんですね。そうですね、明日が、はい、あの旅行日といいますか、1日空きますからね、今日は無理をさせてもいいかなというところですね。ははどうしても今日取りたいですからね、それといくらいいピッチャーでもシリーズにそのシリーズに通用するかしないかもあるんですよね。はは ご覧の牧原です。昨日牧原は投げそうな雰囲気ありましたもんね。ありましたね、桑田は第1戦先発をして6イニングを投げました。球数が85、第3戦リリーフに立ってセーブを挙げましたが13球。このシリーズ3度目の登板、いい球です。いいコースでしたね。これが見事なコース。これ阿部の頭には変化球が多少入ってたんじゃないですか。あれだけ遅れてしまうということはね、はい、8番の伊藤、
このシリーズは12打数1安打なんですが、今日ゲストの赤堀さんは、はい、この放送席に着く前にですね、最初に伊藤さんが打ってませんよねっておっしゃいましたね。そうですね、はい、やっぱりキャッチャーが打つか打たないかって大きいんですか。だいぶ大きいですね。ああ、それはやっぱり、自分も気も良くしてますからね、その分ピッチャーのもう配球的なもんでも良くなってきますから、チームのな試合の流れがだいぶ読めるようになるんじゃないですかね。なるほど。藤田さん、そういう点で伊藤が12打数1安打、何か2勝2敗のセーブを幾分象徴してますかね。それもありますね。泳ぎましたがラッキーなヒット、今シリーズ2本目のヒットです。キャッチャーって仕事は大変ですよ、データを全部頭に入れなきゃいけないし、それはもう打つ方なんかはまあという感じでね、させてやりたい気がしますがね。このシリーズこれで13打数2安打になりましたが、振り返りますと桑田から2本ですね。第1戦はあれ右方向へね、綺麗に打った人 そうですね、はい、またヒットのランナー西武、この桑田に対してヒット3本になりました。2回の裏、ラストバッターの田辺です。しかし桑田としては伊藤のヒットはそんなに、ね、気にすることないと思うんですよ。泳いで、ね、はい、左手だけでバットを出したのがうまく、ね、レフト前行ったんだから、本当にきっちり捉えられたという感覚で、せっかく立ち直りかかってきてますからね。2球続けてインコース、今ファウルです。三遊間を破りました。どうなんですか桑田の球威。球威というよりもタイミングはしっかり合うんですね。はあ、桑田はセーブにはなんかこうタイミングがうまく合ってる感じですね。はあ、だからどっかで間を一つ外すような感じをボールの中に取り入れていった方がいいんじゃないですか。緩、はい、い球使ってみるとかですね。まあ、今の場合も少し指を開けてましたからフォークボールだったんでしょうが、ほとんど落ちませんでしたよね。そうなんですね。1番に戻って辻です。今日の成績は最初は三塁ゴロでした。1点リードの西武がまたこの2回の裏、追加点のチャンスができつつあります。得意の辻としてみれば右方向を狙ってくるんでしょうね。こういう時の辻はですね、はい、少々近めのボールでも右方向に打てるだけの技術を持ってますから、ご覧のようにバットは短め、ショートゴロになった。一塁へ投げる。一塁はアウトです。
右方向ではありませんでしたね。いやこれ仕方ないんですね。近めこう食い込んでた球を右へ打とうとしたんですけどもね、初めから引っ張るような感じはなかったんですけどね、はい、高山さん、はいはい、ライオンズ情報です。森中アナウンサーどうぞ。バッターボックスの大塚ですが、先ほどあの当たりが詰まりましたよね、はい、でベンチの後ろで香取投手と一緒に見ていたんですけれども、はい、いやこれ絶対手しびれてるはずだっていうふうに話してたんです。で大塚選手があの出てきましたところ、どうだ手大丈夫かって、いやちょっとしびれましたけどでも思い切り振りましたからって笑顔でしたね。なるほど、このシリーズは大活躍です。三塁で外野が非常に浅い守備に変わっています。この第5戦序盤にまあこうしたちょっと波乱含みなんですが、こうこらえなければいけない桑田。そうですね、ちょっと気まじめなピッチングしすぎてますね、ストライクにこだわりすぎてるような感じがします。もう少し遊びの球を入れると桑田は生きてくると思うんですよね。泳ぎました福王、スリーアウトです。追加点を防ぎました。踏ん張りました桑田です。2回終わりました。西武1対0とリード、清原の犠牲フライでまず1点先行です。第1戦同様の先発投手になった巨人はこの桑田、そして西武が渡辺久信、まだあの1戦の時の感じじゃないですか。私の見た目では1戦の方が良かったですね。軽々と投げてました、まあ、点差もだんだんと開きましたからね、それができたんでしょうけど、要はあのなんて言いますか、不安定な時の渡辺のような気がしますね、そういう時赤堀さん、はい、まあ、あなたの出番がですね今日はあるなっていうふうにもうこの段階で思ったりしますか。いやもう初戦行しましたからね、はい、もし7回8回9回になったら勝ってたら出るかなっていう気持ちでいっぱいですから。あーはまあ、そういえばこのシリーズは藤田さんね、随分両軍監督はピッチャーを使ってますよね。本当にあのどんどんつぎ込むって、まあ、西武の場合はね、はい、もう全然あの力が変わりませんのでね、どんどんつぎ込みますけど、ジャイアンツの場合はね中継ぎがちょっと苦しいもんですからね、ですからなんとか先発に引っ張ってもらって抑えの橋本石毛につぎたいところなんですよね。2番の河合から始まりました巨人。最初の打席は早い球、空振りの三振でした。
辻が追いつきました。フェアグラウンドで取っています。どうも河合が触れてませんね。押すようなバッティングになってますね。さて松井を迎えます。赤堀さんはこの松井とはオープン戦などでの対戦のご経験はあるんですか？いや、ないんですけどもね。ありませんか？はい、いいバッターですよね。このシリーズもテレビで見たり、この実際にご覧になってですね、はい、松井に対してどういうふうに攻めたいって今思ってるようなことがありましたら伺いたいですか？そうですね。僕はインコースとアウトコースのコンビネーションでいいんじゃないかなと思いますけどね。僕自身落ちる球がないですから、もうそういう格好しかできないですからね。コース揺さぶりって感じなんですか？そうですね。もうインコースまっすぐと外に僕はシュートを、なるほど、はい、渡辺追い込んでフォークボールできましたかね。そうですね。伸びがありません。佐々木の守備範囲少し押されたんですか？ちょっとね、ちょっと高かったですね。一つね、ちょっとバットの方が面でしょう。その球を見ましょう。これもしかし指挟んでましたね。ちょっとね、フォークっぽいですね、はい、その分ちょっとずれたんですかね。4番指名打者の吉村です。巨人はまだヒット1本ですが、その1本を4番の吉村が打ちました。第1打席いい当たりだ。同点ホームランになりそうだ。入りました。4番指名打者吉村やりました。1対1の同点。ナイススイングでした。素晴らしいホームラン、4番の吉村。藤田さん、はい、どんぴしゃりっていう感じでした。ちょっと外寄りのね、なかなかホームランになりづらい低めの球ですけどね、はい、うまく打ちましたね。セーブが初戦から落合が抜けてからね、はい、吉村に対してすごく神経を使ったピッチングをしてたんですよね、はいはい、やっぱりなんか西武全体としても吉村に対する予感みたいなのもあったんじゃないですかね。非常に調子がいいなと、私は吉村ねここへ来て調子上がってるなと見てたんですけどね、見事ですね今の。見事な一振りでした。
辺は第1戦5回3分の1を投げてヒット3本0点に抑えましたから、この第5戦に先発をして初めての失点、これが吉村のホームラン。あれ確か2アウトまで行って松井フォアボールでしたよね。そうですね、2回も2アウトまで行って福岡フォアボールでしたね、この3回も2アウトから、そうなんですね、吉村のホームラン、はい、2アウトでちょっと気が緩むことがあるんですよね。強い当たりですが、ここは清原がベースを踏んで3アウト。渡辺久信、指名打者4番のこの吉村の一振りの前に1対1、試合が振り出しに戻りました。さあ、そのホームランの場面、今度は今日ゲストの近鉄バファローズの赤堀投手に伺いましょう。この球、まず投げた側の気持ちとしてはどうなんでしょうかね。そうですね、やっぱり外構えてるのにちょっと中入りましたからね。まあ、だけどなかなかそこあのボールをね、ホームランできるできないですからね。やっぱり本当見事なホームランですね。なるほど。前手して野球っていうのは本当に筋書きのないドラマって言われますが、藤田さん、はい、2アウトランナーなしか、これ3回目でね、カーンっていかれたってことになりましたが。そうですね。これ今日ゲストは赤堀さんで抑え役ですが、はい、ね、失投が許されない中でずっと投げ抜いていくわけでしょ、はい、そうですね、本当に僕の場合1点争うゲームばっかりですからね、その失投っていうのはやっぱりチームに大きく左右しますから、はい、本当に大変ですね、まあ、あの俗っぽく言うと、その1球たりとも何て言いますか、気を抜いた球を投げられないっていうことになるんでしょうが、はい、ね、そうですね、本当にやっぱりホームランバッターとかね、ホームランあるよっていうバッターには本当に1球っていうのは真剣に放ってますから、それと気力で負けられないんですよね。なるほど、気力でね、はい、ちょっとでもね、押されるとそれだけ負けますからね、はい、しかしこれで1対1ですが、ビータさん、どちらも4番の一打で得点ということになりましたね。そうですね、このシリーズは本当にね、あっち行ったりこっち行ったりね、しますね、本当にあの見応えがありますね、はい、ちょっとまあ不安感のある桑田が同点に追いついてもらったということで、何か心理的に変化出てきますかね。いや、佐々木に対しての2球なんかはね、はい、非常に球を投げてますよね。打っても詰まるというところですね。ですからこの回をちょっと見てみたいですね、はい、泳ぎました、すごい球、アウトです。前の回2回にヒットは打たれました、ピンチは作りましたけども、はい、ちょっとピッチング内容が良くなってるんですよね。ちょっと変化球を混ぜましてね、はあ、スライダー、カーブというのを混ぜ始めましてね、ちょっと安定したかなというところは見せてました。そうですか、4番の清原を迎えます。今シリーズ桑田清原の対決はこれで6回目になりますが、ホームランを含めて4安打打たれた桑田。高山さん、はい、先ほどのライトの犠牲フライですがね、あの外側のストレート、バットの先の方だったんだそうですよ、はい、
でもう少しね自分 の, そのバットのいつもの打てるタイミングで打てればいいところで打てればいったんだがなと残念だったそうです。そうでしたか、はい、しかしあれスムーズにバット出ましたね、そうですね、無理しなくポンと出しましたから、はい、それから桑田に関してですね、先ほど三振した阿部選手が出てきたんで、はい、ちょっと話聞いたんですがやはりね球自体はあのベンチから見てるよりも打席に入った時に非常に走ってるという印象があったそうです。なるほど、はい、高々打ち上げました松井が前進、おっと福尾です。うわ甘い球だったですね。そうでしたか、その球もう一回見ましょう。ああそうですね、ああこの表情わかります。ホームランバッターってあのこういうの一番悔しがりますよね。そうですね、打ち損ないですからね、はい、今日ゲストは近鉄バッファローズのピッチャー赤堀さんですが、赤堀さん、はい、この鈴木健選手は今シーズンは随分こうねいやらしいバッターに移ったんじゃないですか。そうですね、僕としても相性が本当に悪いですから。今シーズンそうだったんですか。はい、はい、今シーズンに限らず、この前の対戦でもずっと相性が悪いですから、はい、本当になんか嫌なバッターです。ああしかしその鈴木は藤田さん、あれ3本固め打ちした時はありましたけどもね、はい、それ以外はないんですよね、はい、そうですね、うまく攻められてますよね。はあ、赤堀君はあのどこへ投げて、低く投げてる、高く投げてる、いや、大体は低く放ってるんですけども、はい、もう低く放って最後はインハイでもっていう形で言ってるんですけども、ね、そのインハイを詰まりながらセンター前に打たれるんですよ。なるほど、インハイを打たれてるわけ、はい、どっちかというと低めの方がうまいでしょ。そうです ね、低めの変化球はやっぱ本当うまいですね。フォークボールとか苦手なんですけどスライダーとかカーブ系とは結構打ちますので、はいはい、フルカウントになって桑田はどの球で来るのか。切れます、ちょっと高めでした。だいぶ桑田にはエンジンがかかってきましたね。かわいい三者凡退です。3番からの打順をぴしゃり抑えました。初めての三者凡退桑田。序盤終わった西武球場第5戦は1対1の同点です。吉村選手の同点ホームランをご覧いただきましょう。キャッチャーの指示通りで難しいコースでしたが、まあ、強いて言えばあの高さ、まあ、コースがっていうところですか。それしか言いようがないです。これはもう吉村を褒めるしかないです。渡辺は攻められません、はい、これはすごいですよ、これをホームランしたのは、はい、そんなにリーチのある方でもないですね吉村は、はい。まあ、赤堀さんもそういう感想をね先ほどおっしゃいましたけど、はい、本当そうですね。そうですね、素晴らしいホームランが飛び出して1対1。そしてなんとなく今度はですね終盤は1点勝負っていう雰囲気に藤田さん、なってきましたね、赤堀さんが、まあ、こういうシリーズでね、はい、
まあ、先ほど点をリードしない限りあなたの場合は出番がないとおっしゃいましたけども、はい、まあ、そういう状況だとこう設定してですね伺いたいんですが、このあたりではどんな風に気持ちをこう高めてくるんですか。まあ、この段階でやっぱりもう本当に試合が終盤になってきましたから、一点争うゲームですからね、まあ、一応本当に気持ちを高めるっていうか試合にのめり込んでいくっていう形になってきますね。はあはあ、まだブルペンには行かない段階ですか。まだ行ってないです、はあ、でももう気持ちの方はどん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 高めていくと。そうですね、5番の岡崎から入りました。藤田さん、そういう抑えのエースというのはですね、はい、もうその監督からおい用意しとけよなんて言わなくてもいいんですか。言わなくても、ね、7回頃からこそこそっと用意してですね、はあ、用意して準備かかってくれます。5回頃まではね、本当にロッカーにいたりね、でベンチにたまに入ってきたり、はい、非常にこう気分をね、ほぐしながら待ってますよね。この代わりだんだんと自分の出番が回ってきだすとね、目の色が変わってくるんですよね。顔つきが変わってくるのは分かるんですよね、はいはいはい、その辺がリリーフの専門家の違うところなんですね。左バッター3人目岡崎、しかし本当に杉山は大久保にね、一打があったんですけど、アウト取ったのは考えてみれば全部三振なんですよね。そうですね、今日に限って言いますとね、はい、今までの杉山にもう一つキレが足りないような気がするんですね。あ、そうですか。なんか鋭さに欠けるような気がして、はい、しますけどね。回は中盤です。森重和ピッチングコーチ、同点で原ですが、先ほど後藤は送りバントがありました。今日は原ヒット打ってますし、送りバントとかそういうのないですよね。分かりませんよ。分かりませんか、はい、はあはあ、石毛がちょっと浅め、方が原にとってはいいでしょうね。そうでしょうね、レフトの守備範囲です。吉武が取ってランナー戻ります。原レフトフライワンアウト。ストレートですよね。ストレートですね、はい、ちょっと根っこですか。少し根っこですか。
りっぷさを今シーズンはよく打ちました後藤ですが、山中とか山本とかね、人が打てないピッチャーを平気で打つんですよね、ファウル。赤堀さん、今の場合はあれならファウルになるというコースでピッチャーは投げてるんですか。そうですね、ファウル打たすような感じでこの球ですね、はい、空振りよりもファウル打たしてからのがいいかなっていう感じで言ってるんじゃないですかね。快音でしたかね。音は良かったですね。この芯に当たってますよね。ということは外回勝負なんですか。いやこれはどうでしょうね。あ、外へ構えましたけどね。これは外しのボールで見せ球でしょうね、はいはいはい、やっぱり杉山の持ち味としたらズバッと近めに持ってくる、これが持ち味だと思うんですよね。これ高さをどこへ持っていくかですね。赤堀さんどこに投げますか。僕だったらここはもうスライダーでいきたいんですけどね。スライダーでね、はい、ああさっきより低いスライダーです、ね、ほうほうほう。ズバリきました。手が出ません。見逃しの三振、2アウト。高いと見たんでしょうけど全然もうタイミング的に間に合ってませんね。そうでしたね、ノーアウト一塁は現在2アウト一塁のまま。感じは村田にはストライク勝負ではないという配慮をしましたね。もうね、あの初球から来るの分かってますからね、はい、
丁寧な杉山です。風は全くありません。西武球場中盤6回の表、巨人の攻撃は2アウト1塁、1対1の同点。ブースリと二塁一塁になりました。福王が打順ですが、長嶋監督出て代打を告げました。まだバッターは出てきていません。ここで残ってる右バッターといえば岸川ですかね。え、今元木がキャッチボールを始める。あ、そうです、岸川が登場してきました。右の代打岸川ですが、あれは初戦この杉山がね、はい、パパーンと3人連続三振に打ち取った、そのうちの1人なんですね。そうなんですね、はい、あのピッチングは見事だったですけどね、はい、森ピッチングコーチですが、杉山が、まあ、今塩崎が投げてますね。そうですね、この杉山からスイッチという時期も非常にポイントになると思いますかね。ポイントになりますけどね、杉山はもう右でも左でもね、はい、本来の力ならばそんなに気にしないですから、はい、ちょっとコントロールが今日はね、ランナー出てから本当にあの見違えるように速い球を投げ出したんですけども、はい、岡崎をフォアボール出したときに、あれちょっといつもの調子よりもちょっと球が遅いぞと、はいはい、あのキレが悪いぞという感じだったんですけど、ランナー出してからではね、ギャッときたんですよね。だからこのままいけば杉山大丈夫だと思いますよね、はい、プロ11年目29歳の岸川、この岸川とは赤堀さんは対戦経験とはありですよね。ありますね。ねえ、ねえ、岸川さんにはやっぱり外のボール、甘い外のボールをね、はい、よくライトスタンドの方に打たれてましたから。ははそこで1球目はインコースをついた杉山、外は外します。で迎えた第5戦、速さはありますね。ありますね、ここで赤堀さん、なんで勝負ってことなんですか。すごいですね、ズバッといくかだけど、2球ね、見せてますから、一応これで1球ぐらいスライダー見せておくんじゃないですかね。ははは、高山さん、はい、ライオンズ石井武宏、今ブルペンに行きました。ああ、
金網を使ってちょっと体操したのがそうですね。はい、ありますしね、はい、しかしインコースの速い球にはちょっと苦しそうですね。はい、今年の6月大栄から巨人に移った岸川、シーズンでのホームランは1本です。しかし元々長打力は十分に秘めています。惜しい、ハーフスイング振っていません。高堀さん、いいとこ使ってきましたかね。いいと思いますかね、はい、これはストライクと言われても、文句の言えないような、まあ、ちょっと近いですか。そうですか、はい、これ2-2になってどうなんですか。赤堀さん、もう1回ってのは難しいですか。いや、難しくはないと思うんですけどね。もう行くんじゃないですか。2エンド2。外。ファウルです。2-3 にはしたくないでしょ。もう 2-3 にはしたくないですからね、はい、これ岸川もね、きっちり外をね、大振りしないで、はい、きっちり合わせに来てますからね。だから下手に外へ行くと合わされますよね。だからこういう時はピッチャーとしては一番ウィニングショットをですね、投げ続けた方がいいと思うんですね。徹底してインコースで投げていくんじゃないかと思いますよ。そのインコース外れます。 2-3 口の動きはボールになったかっていう感じだったですがね。すごいいいボールですがね、ランの辻が最後は笑顔。先ほどは清原がマウンドに走りました。ツーアウト、ランナー二塁一塁、カウントツースリー、当然スタートが切られます。ツースリーですからね、一つぐらい牽制をひょっとして入れるかも分かりませんね。岸川としては外は捨てて近めにもう的を絞っていてもいいんじゃないですか。その時にバッテリーがじゃあ見抜いて外ってわけにはいかないんですか。ね、杉山のピッチングはね、どっちかというと外の方が持ってる球の中で一番力がないわけですよね。あ、なるほど、はい、近めに投げる球が一番力がありますからね、はい、今度の球が9球目。これもファウル。根比べになりました。
もう赤堀さん、こういう時ってもうマウンド上はどうなんですか。もう向かっていく気持ちだけですね、はあはあ、やっぱり、はい、それに負けたらやっぱり打たれると思いますから。10球目、ボール、ツーアウト満塁。ツーアウトフルベースです。これは岸川の粘り勝ちですか。そうですね、今の球はよく見ましたよ、はい、手の出る高さですけどね、グラッデンに代わってレフトの守備に入っていた尾形、この試合初打席。このシリーズでは石井からレフト前に振って1本打ちました。さほどまだ熱は帯びてませんよね、藤田さん。そうですね、でも6、7分ぐらいまで出来上がってんじゃないですか。まだこの杉山が頑張ります。渡辺久信を受け継いだのはあれは5回、ワンアウトから河合にフォアボールを出して松井を迎える場面からのスイッチでした。2球変化球を使ってトゥーナッシング。さあここで赤堀さん、自分がマウンドだったら注意すべき点を挙げてください。まあそうですね、まあ次のボールはまず外すっていうか、ね、伏線に、最後の、ね、ウイニングの伏線にしたいですから、ちょっと3球勝負は避けるという感じですね、はい、僕だったら避けますからね。2アンになりました。まだもう1球いろいろとできますから、はい、で勝負は何と組み立ってらっしゃるんですか。いや最後はまっすぐでいくんじゃないですか、インサイド、はい、組み立ていかがですか。そう思いますね、はい、一番いい球使おうと思います、それにしても外野がちょっと深いんですよね。あ、そうですね、特に、はい、頭を起こすボールはないですからね、あんまり深くなってもいい、前へポトンと落ちる方を警戒した方がいいと思いますよね、はい。センターの佐々木がちょっと右より守備位置を変えています。レフトはやや深い感じがします。2エンド1、なるほど、これで2-2。ここまではキャッチャーの大体読みすると同じ感じですね、赤堀さんの指摘がね、満塁ですからここが勝負になるでしょう。尾形もまたインコース1本に絞っておいた方がいいと思いますね、はい、来た、どうだ、フェンスを越えそうだ、入った、満塁ホームラン、満塁ホームラン、一振り尾形見事、一挙4点入って5対1、巨人尾形の満塁ホームラン。このシリーズは第1戦で西武田辺が満塁ホームランを打ちましたが、この一振り長嶋監督笑顔で迎えました。バットを短く持っていたその尾形、全選手に迎えられる尾形ですが表情対照的です。いや尾形は今シーズン
シーズンでホームランがなかったバッターですね。そうなんですよね、これは見事でしたね、これ最も球高い球ですけどね、これも叩いたんですがね、まあ間違いなくインコース絞っていたと思うんですが、ちょっと高くて思ったとこ行ってませんですね、まずボールは思ったとこ行ってない、甘かったですかね、ですけども尾形があそこまでね、これはもう彼も今年のオフには結婚するみたいですけど、いいプレゼントができたようですね。しかしグラッデンに変えた守備がね、いつもよりちょっと早いかと飯田さんと話をしたと、初打席ですね、この辺がね、このシリーズの長嶋監督の勘と言いますかね、そうですね、当たるんですよね、やっとこれまた意外性のことが起きましたね。しかしあのトゥーナッシングと追い込んでですね、2つ赤堀さんも同じキャッチャーの伊藤も感じ、杉山もそうして投げたね、用心に用心を重ねてね、投げたんですけどもね、その一球という持つ意味合い、満塁ホームランはシリーズ確か13本目になりますね。ああそうですか、はい、ああすごいもんです。杉山に球威のトレーとかそういうのはちょっとね、このホームラン打たれた後はちょっと気持ちが萎えたっていうかね、そんなところがちょっと見えますけどね、これはもう仕方のないことでですね、でもここは役目をきっちりね、果たさなきゃいけないですから、気を取り直して、集まりました田辺、これで3アウト。しかし1対1がっぷり組み合ったこの第5戦、6回杉山に対して2アウトフルベースから尾形が見事にレフトスタンドへの満塁ホームラン、その尾形の満塁ホームランをもう一度見ましょう。追い込んでから 2-2 まで持っていって勝負球でした、やや高め、風全くないこのレフトスタンドに吸い込まれました。まさか狙ってたわけじゃないですよね。いや狙ってはいないですね、これなんとかもうヒットという気持ちがね、本当にあの集中したんでしょうね、この足取り、そして大歓声、巨人ファンに迎えられてレフトのポジションへ尾形です。ポジからはあるんですよ、尾形は。ポジからのあるね、ですけど、こんな場面でね、すごいです。5対1、巨人のリードが4点となった尾形の満塁ホームラン、4がスコアボード光ります。今度は桑田、なお元木がセカンドのポジションに入りました。福王の時に岸川を代打で使いましたので元木が守備につきます。まあ、脇腹をちょっと痛めているということですが、このシリーズ結構元木のスイングだとシャープでしたからね。あの 1,2 戦はね、もう全然ダメだったんですけどね、3戦目ぐらいから非常に良くなってきたんですよね、3番の佐々木からです。今日の入場者の数が発表になりました。 31,872 人、
わった4点のリードに変わったわけですが、この6、7これぐらいはいいですけど、8、9まで行くとね、今度は勝ちが見えてくる、はい、これだけ大事な試合で勝ちが見えてくる時の心境の変化だと思うんですね、問題は。岡崎が追っていってギリギリ取ったか、取りました。グラブがネットに当たりましたが完全捕球アウトです。全く風がない中でナイスキャッチです。さあ清原、高山さん、はい、固い表情で杉山がベンチの裏に出てきました、で、森キッチンコーチにですね、一言変わるぞと言われました、はい、で甘かったのかって聞かれたんですが、それには答えないでもう引き上げました。いい当たり、センターバックスクリーン飲んでいく、諦めた、見事ホームラン清原、今シリーズ3本目のホームラン、またまた打たれました、すごいホームラン。5対2になりました。いやいや、清原には桑田吸い込まれるみたいに真ん中に投げますね、はい、いや遠慮があるのか何ですかね。しかし大きなホームランでしたね。いや文句なしですね。センターがじゃなくてゴンですよね、はい、追うのを諦めます。中森さん、これ真ん中ですか。そうですね、真ん中ですね。本当に本当に相性悪いですね。いや、私ども実況していてですね、センターバックスピンへという時は随分時間があるんでね、はいはい、結構いろんなこと言うんですが、今もう私思うの途中でポーンと言ってしまうような、そうです、ピッチャーの頭を越えたところにはもうホームランと分かるような勢いでいきましたね、はい、これでまた試合は止まりませんね、はい、5番の鈴木です。満塁ホームランはですね、巨人ベンチが多いんだし、西武の側は嫌だということになるんでしょうけど、いやいや、これは嬉しさ、大変な違いですよね、はい、そこで4番の清原がですね、バババーっていう感じのホームランでね、はい、点差が3点。元木決まらせました。これで2アウトです。6番の石毛が入りました。ここまで西武のヒットは6本、巨人は4本。清原のホームランでこのイニング
あとはちょっとね続きたいところでしょうね。そうですね、そうするとまた本当にあの勢いが切れないで済むんですよね。ちょうど100球を超えた程度の桑田ですが、ビタさん、はい、しかしまあこの桑田に託す気持ちわかりますが、リリーフ陣がね、本当そうですね、立ち上がりにちょっとあの、はい、何人かがね、立ち上がりちょっと不安定だったんですから ね、ありましたけどね、大田宮本あたりがやったんですがね、それからもうずっと安定しましたから、はい、まあやるとしても8、9回でしょう。なるほど、右に切れていきます。お客様、ファイルボールにご注意ください。高山さん、はい、その桑田にはですね、古内ピッチングコーチが2回終わったところでね、はい、あまりにも最初は綺麗に攻めすぎていた、慎重になりすぎていた、もっとストライクゾーンを、自分のストライクゾーンを幅広く設定して投げろというアドバイスを送ったそうですね、はい、3回以降は立ち回りました。確かにその傾向はこの清原にはまだ続いている感じがあるんですね。バックスクリーンへのこのシリーズ3本目のホームランを打った清原。高山さん、はいはい、このホームランですけどね、この2、3年で一番いい当たりだと言ってますよ。2、3年で、はい、で桑田に対してはやはりかなり意識していると言葉少なに話してますね。そうですか。石毛が選びました。フォアボール、フォアアウト1塁。高山さん、はい、放送席から確認できるかどうか分かりませんが、清原のホームランが出た直後に、はい、牧原がブルペンに行きました。あ、そうなんですか。ただし投球練習は斉藤さんの側からも見えるかもしれません。してませんよね、とにかく誰もいませんからね、はい、ですから、まあ、9回でしょう。9回に自分の軽いピッチングをして、もしものことがあればちょっと明日がちょうど休みですから、はいはい、という考え方はあるかもわかりません。そうですね、今日はマキチャラはベンチに入っています。ちなみに巨人のその他の今日登録されているピッチャーは13番の岡田、それから21番の左の宮本、30番橋本、48番の高田、さらに59番の石毛ということで、昨日あの延長で投げた木田はベンチではありません。今日は登録から外れています。吉武はこの試合初打席。今日はスタートメンバーはレフト阿部でしたが、途中からこの吉武に変わっています。緩い当たり桑田、これで3アウト。6回の裏、西武清原の特大ホームランが飛び出しましたが、桑田その1点に抑えました。6回終わって5対2、巨人が3点リードです。この2、3年で一番の当たりといったそのホームラン、バックスクリーンに向かいます。そのホームランをもう一度見ましょう。外に構えた、構えどころですか。ど真ん中です、高さといいね、はい、それをもう最初から狙って打ったっていう、はい、ところですよね。5分に1ミリも残っています。
出いたします。杉山の顔を目指して橋本ピッチャー橋本背番号は3番選択を入れてきてお立ちが考えて電池で汗を拭う桑田押してみますと、うんうんとか同じ流れいますが、カーッと燃えてですね、気合はまだ十分ですね。もう、気合はすごいですよね。気力で持ってるっていうところですからね。または第一戦は負け投手ということになりまして、まあ、今シーズン、このシリーズでは、日本シリーズでは過去1勝という成績なんですが、またこのまま踏ん張って勝ち投手になって巨人に王手をかけることができるか。こちら西武の方はこの8回マウンドに香取が上がりました。香取は第1戦11対0と大量リードの9回1イニングを投げました。ヒット1本0点に抑えていますが、それ以来の登板です。赤堀さん、まあ、はい、西武の今年の投手陣というのをですね、戦ってどんな風に思ってらっしゃいますか。そうですね、はい、ちょっとやっぱり調子がみんな悪かったなと思いますけどもね。おー、シーズン通しては、はい、だから前の人も結構悪いんですけども、後ろの香取さんとか塩崎さんでも結構悪かったんですよね。大量失点が多かったと思うんですよ。まあ、そこを藤田さん、はい、終盤は森監督の巧みな修正で新谷がね、中に回ったり、はい、石を後ろへ回したりしながらね、しのいでいきましたよね。本当にあのリリーフの3本柱、杉山までも前半調子悪かったですからね。腹から始まっています。巨人は昨日こそ延長12回で14本もヒットを打ったんですが、今日も実はまだヒットは4本なんですね。ああ、効率のいい、いい当たりですが、佐々木いいところに守っていて、しかしワンバウンド、リーチをずらしていてそこに飛んできましたが、その前に落ちましたライナーのヒット。原今日2本目のヒット。一人は最高だったんですね。そうですね。3点リードで8回に入りました。今日送りバント一つ見せた小藤ですが、ノーアウト一塁。もうそういうことはないでしょうね。いやいや、まだ1点取られた分をね、1点返したいところですからね。ああ、またそのようですか。このシリーズの後藤のね、打撃を見るとね、ここでバントをさせたくなりますよ。今日はサードゴロ、送りバント、見逃しの三振。シリーズを通してのヒットの数はわずかに2本。ランナースタート、空振りでファウルです。ファウルになりました。小藤にはこれは無理ですよ。無理ですか、ね、はい、バスターはちょっとね、ちょっとあのそれほど器用じゃないですよね。はあはあ、ということは今長嶋監督これサイン変えましたかね。そうでしょうね。あのまたバントに戻したんじゃないですか。この視線の先は美濃田コーチです。
人目のこの回から登板した香取。高山さん、はい、この香取投手のあのピッチングをブルペンで受けていた大井捕手の話ですが、ええ、今日はあのキレスピードとも申し分ない練習でしたと言ってますね。その判断についてはもう少し投げてから藤田さんに伺いましょうかね。あ、そうですね、はい、昨日は巨人のあの、木田でしたね、はい、ブルペンでいいんだというようなことでですね、登板して延長、結局まあ負け投手になりましたけど素晴らしかったですからね。そうなんです、木田がねデビューした時にあんなピッチングしたんですよ。どこまで伸びるかと思ったね、期待を持ったピッチャーだったんですがね。いい当たりだ、切れなければホームランです。打たれましたね、香取は参りました。これね、琴桜にここにホームランが出るとはね、いやいや、長嶋監督送らさなくて、ね、これはもう1点欲しいところだなと思ったけど、はい、長嶋監督の勘の良さには驚きました。分かりませんね、これがホームランが出るんですからね、はい、いやもう私はもう黙ってます。私3点差ですからね、もういいかと思ったら藤田さん、いやいや、これまでのことから長嶋監督も確かでしたが、あのバスターをね、はい、やって、これはこのやり方は無理というところで長嶋監督もそれはもうね、これはというところで、だから送りに切り替えたと思ったんですがね、はい、ウエンド2からのツーランホームラン、点差と広げました巨人。というようなことはリポートで入りましたでしょ、はい、マウンドで違うという時もありました。やっぱりありますね、はあ、まあありますけども、本当にこっちでねこんなに悪いとは思わなかったですね。これはちょっと意外でしたね。そうですね、ちょっとあのコントロールがね不安定ですね、はい、はあ、球は走ってるのかも分かりませんけど、はい、元木がここで送ります。まあ、元木は脇腹を痛めていますのでスイングについてちょっと不安感があったかもしれませんが、ワンアウト二塁としました。そしてこの西武球場、巨人ファン、この歓声は先ほどホームランを打った尾形、スイッチヒッターですから今度は左バッターボックスですが、この時は右打席から、このね急なスイングから始まった駆け引きは面白かったんですよね。面白かったんですがね、
高山さん、はい、高山さん、はい、尾形はね、追い込まれてからストレート1本に絞っている、はい、とにかくストレート、当たりは十分、ただ自分はパワーがないから入れるかどうかわからなかった、はい、満塁ホームランというのはですね、ジャイアンツに入ってファームでの第1号のホームランが満塁ホームランだと、ほうほう、それ以外だそうですよ、とにかく今シーズンはそれこそホームランシーズンではなかった尾形が絞っていたストレート投げた杉山側からすれば、さすが完全な失投ですよね、あそこへ投げるようなカウントじゃないですしね、ビシッとインローに行きたかったんだけどね、高山さん、はい、長嶋監督、ヒットなら分かるけどね、満塁ホームランとはね、そうでしたか。しかし本当に長嶋監督はですね、まあ、意外性というんでしょうかね、これは嬉しいですよ、尾形にはね、ホームランなんてね出ると思ってない、ヒットと思ってね、間に打ってくれっていう気持ちが強かったですからね、やっぱりあの尾形のホームランは岸川のフォアボール、あの球数を十何球投げさせたところに原因がだいぶありますね、で赤堀さんは今日ゲストでね、こういう時にはその気持ちの上でも受けないことだってあの時ずいぶんおっしゃってましたよね、これはいい球、左打席では三振に終わりました尾形です。気楽になったと思うんですよね。そうですね、はい、この打席は一番今まで気楽に言ってるんじゃないですかね、とにかくこのシリーズは今シーズン3割を打った河合がまだヒットは1本、甘かったですね、ちょうど腕が伸びるところにね、なるほど、ボールが来ましたから、はい、河合のタイムリーヒットも記録されて8回大きな大きな3点が入りました。8対2巨人大きく6点リードです。
センターに屋敷が入りました。2勝2敗で迎えた今年の第5戦、1対1から尾形の満塁ホームラン、清原がバックスリーに打ち返しまして3点差でしたが、8回表バントの構えからヒッティング、これがファウルになってサインが取り消されてね、はい、ツーランホームラン。いやいや、これこそ本当に意外だったですね、はいはい、苦しくなった西武、3番の佐々木からです。マウンドは桑田そのまま。なおブルペンでは牧原が投球練習、かなり熱はこもっています。に対して第1打席ヒット1本打った佐々木、今球数が144になった桑田ですけどもね、もうこれも球数はもうあんま関係ないです。これも今日投げ切っちゃった方がいいですよ、はい、これだけありますと少々のことがあってもね、大丈夫ですからね。これただフォアボールがどんどん噛むようになってくると、これは変えた方がいいですけど、はい、折れた。勢いがありません。河合が下がって取りました。ワンアウトです。6点リード、西武の2点はこの清原のいずれも打点、犠牲フライとホームラン、まあ、ここは KK 対決もう一度見ましょうね。そうですね、今日の試合では最初の打席犠牲フライ、2打席目ホームランボールを損じたセカンドフライ、そして第3打席初球バックスクリーン、今いきなり初球から行きました。クワトも全くその逃げる気持ちありませんね。今度は遠慮なくインコース行きましたからね、はい、これ全部行くんじゃないですか、遠慮なく。その通り、これやっぱり言っとかないとですね、後のこともありますからね、はい、他の人のピッチャーのね、自分だけ で終わればいいというわけじゃないですから、この次の試合のこともありますから、はい、そう見せかけて最後外のスライダー、それもありますけどね、はい、ここまで追い込めばいろんな手が使えます、今勝負に行きましたね。3球でやってやろうという気が見えましたね。相当悔しかったんでしょう。今度はどうだ。屋敷を持ってしても、いやー、どうどうどう、清原桑田、またしても清原には打たれました。4本目のホームラン、桑田からなんと3本、まさにやったね清原。あれだけいい球を投げておいてなんでね、ど真ん中にカーブが行きますかね。やっぱ相性でしかないんじゃないですかね。本当ですね。これ赤堀さん、こういう体験ってシーズン中ありました？こんなのはなかったですね。ちょっとすごいですね。
原のバッティングもすごいですね本当にすごいですね、強い当たり、これはよく取った桑田、ツーアウトです。中山さん、はい、三塁側です、この桑田8対2となったところで、はい、堀内ピッチングコーチがもうそろそろ疲れが出てきたと、もういいかと聞いたらですね、はい、本人が最後まで行かせてください。なるほど、はいはい、まあ、そのためには巨人には大きな3点ということだったんですけどもね。そうですね、これはもう本当に桑田で行った方がいいと思います。そして今牧原がもう戻りますね、はい、コートを着て投球練習をやめてベンチに今ゆっくり歩いているここです。これです。まだこれだけの点数だったらね、これからのベンチにいてもまた何かあってブルペン行くことはできますから、はいはい、間に合いますから、今日は清原にだけは負けた桑田ですが、現在8対3、巨人が大きく5点リード。まだ石毛にはヒットがありません。先ほどの打席フォアボール。センターへ弾き返した石毛です。ヒットの数では西武が1本上回って9本、巨人はしかしホームラン構成で8本ではありますが8点取っています。夜空に上がったショートフライ打ったくない、かわいい、スリーアウトです。8回の裏、清原の2打席連続バックスクリーンへのホームランが飛び出しましたが西武1点止まり、8対3、巨人が5点をリードして9回へ移りますが、清原の2打席連続ホームラン、もう一度見ましょう。追い込んだインサイドへの詰めは良かったですよね、藤田さん。これはね、見事な2ストライクまではね、攻めだったですよね。そして3球勝負、ニヤッと笑ってね、はい、2アンとなってこの球が、なるほど、村田はもうミット、アウトコースの下につけてましたからね、ボールでいいつもりでね、はいはい、今日はゲストは近鉄の抑えのエース赤堀さんですが、清原との対決で今シーズンはどうだったんですか。そうですね、そんな1本ホームラン打たれたんですけども、はいはい、打たれた印象はあんまないですね、はい、今日の印象はどうですか、桑田清原対決では。
もうすごいですね。すごいしか言いようがないですね。9回に入ります。西武の3点は今日は清原の2本のホームランと犠牲フライ、まあ、逆に言うと西武としては効率が悪い得点なんですね。そうです、ランナーがいませんからね。一方巨人は吉村の同点ソロから始まって6回1対1から尾形がなんと満塁ホームラン、そして8回にはバントを失敗した小藤がツーランホームラン、さらに河合のあの1点もですね、巨人にとってはこれいいタイムリーになりましたよね。本当にね、これは貴重な1点だったですね、はい、村田が登場してきました。今シーズン大栄から移って村田はですね、まあ、この西武に移って球の速さは光ったんですが、もう一つ勝ち星が伸びなかったんですね。なんとなくね、はい、あの自分のペースのピッチングっていうのはね、忘れたような感じを受けましたね。そうだったですか。今シーズン24試合に登場して4勝5敗防御率 4.57 というのが移籍の村田の内容ですが、このシリーズここで初登板、なお伊藤に代わってキャッチャーが上田に変わりました。バッテリーがそっくり入れ替わりました。松井からです。フォアボールが第1打席ですが、今日他3打席はヒットがありません。流し打ちのヒットが出ました。ノーアウト1塁、少し首をひねりましたね。そうですね、本当は引っ張ったヒットを松井は打ちたいんでしょうけどね。飛んだコースが完全に三遊間を破りました。吉村に代わって途中から代打、そして指名打者という大久保。
1年目村田。森監督にとってみればまだ若い村田がですね、まあ、トレードできましてね、やっぱりこういうシリーズでの体験をですね、来シーズンに生かしてほしいって気持ちで送ってるんでしょうからね。まあ、もちろんそうでしょうしね、まあ、これで村田がきっちりいいピッチングをすればまだあと試合が残ってますからね、はいです。いや上田です。取ってこれでワンアウトです。9本打っているジャイアンツですが、今日は岡崎はフォアボールが2つ。ましたからね、はい、一つ足も使えるんだということを見せに行きましたよね、はい、巨人はこのシリーズ初盗塁。ちなみに松井は今シーズン盗塁は6個を記録していた選手です。ワンリーホームランの尾形が見えます。杉山腕組みをしています。松井は三塁へ。ツーアウトランナー三塁。なるとジャイアンツファンはね、はい、あらに1本欲しいなっていうのは今の歓声ですね。そうですね、そうですね。外にこうあって打ちへ来てますよね。そうですね、
これ原もねこんなに積極的に打つことって珍しいんですよね、はいはい、だから板にジャイアンツが押せ押せムードになってるかっていうことです ね、 ね、これを赤堀さんよくあの投手陣がです、ね、逆球とか言いますか、はい、そういうことなんですね、はい、もう原さんも最近は思い切って打ってますからね、はいはい、2勝2敗第5戦は勢いが欲しいというのが試合前のね、はい、監督の流れを持ってきたいというような言葉がしばしば聞かれてたんですが、どうやらこの終盤に来て巨人が大きく流れを引き寄せてきているようです。3度目ということになりますが、76年、77年はこのシリーズで勝てませんでした。3度目の日本シリーズで日本一を狙います長嶋監督。選びました屋敷。これはやっぱり村田もシリーズ初登板ということで、はい、だいぶ意識が違いますね。ちょっとやっぱり硬くなっていると言いますか、でしょうか ね、はい、1番の村田。ファウルです。お客様、190円には十分に注意してくださいませ。完全に何か勢いに飲まれ始めてますね。そうですね、ものすごくジャイアンツの方は思い切りが良くなりましたね、はいはい、見下ろしてしまいましたからね、こういうところでもういいやと言って手心を加えたくないんですよね、はい、とことんやっつけておきたいんですね。なるほど。
の9回に登板してきた村田、1点を失ってなお2アウト2塁1塁。三振に取りました。9回の表巨人の攻撃が終わりました。9対3、巨人が大きくリード。9回の裏の西武ライオンズの攻撃は8番、この回からマスクをかぶったキャッチャー上田から始まるというオーダーです。桑田がそのままマウンドに行きます。清原犠牲フライ、西武先行、吉村同点ホームラン、ライトスタンド、尾形が満塁ホームラン、清原ソロホームラン、バックスクリーン、古藤ツーラン、河合タイムリーで3点、清原2打席連続ホームラン。9回表、原の三塁線を破るタイムリーツーベースでの9対3です。しかし清原がですね、もう今シリーズ4本のホームランになりましたよね、はい。まあ、今日が第5戦で、まだ決着がつくわけではないんですが、シリーズでのホームランのね、記録ということになると、ちなみに5試合での場合で4本ということは、はい、清原がもう4本打ちましたから、はい。今日で終わるわけじゃないですからね、はいはい、これ記録になるかどうかですが、長嶋監督が1970年に作った記録に並んだんですね。あー、そうですか。でこれから、まあ、東京ドームに移るわけで、はい、6試合になった場合のそのシリーズでのホームラン数はというと、やはり4本。あ、そのままですか。西鉄ライオンズの関口さん、1956年、それから、はい、長嶋茂雄選手はですね、はい、1969年に作っていたということで、まあ、今7000になれば何本かというのはまたありますけど、はいはい、またすごいですよね。やっぱりすごいペースですね、はい。ちなみに連続打席ホームランでは清原は2打席なんですが、今のところ長嶋さんは70年には3打席連続というのが、24年前で赤堀さんは年齢おいくつでしたっけ。24年ですか、ちょうど生まれた年です。古田さん、ご記憶ありますか。3打席連続ホームランの長嶋、一緒にやってたんですが、なんか覚えてませんね。よく打ってるのはもう十分承知してるんですけどね。9回完投勝ちを目指します桑田。上田に対しています。今日はもう160球を超えそうですが、桑田として見ればよし、このシリーズ最後なんだっていう感じですかね。そうですね、もうこれでもうあと投げなくてもいいですからね。三球三振ワンアウト。ワンアウトでラストバッターの田辺が入ります。日本シリーズでこれが3度目のチャレンジなんですが、もしこのまま勝って3勝2敗とする王手をかけるとすれば、はい、初の経験ということになりますね。王手初ですか。その時が刻一刻近づきつつあります。西武球場抜けた、田辺は打ちました。西武も頑張って2桁10本目のヒット。
ちなみにこの長嶋監督、1976年阪急とのシリーズでしたが、阪急上田監督3連勝の後、長嶋監督3連勝を仕返しましてタイに追いつきましたが、第7戦阪急の前に下りました。77年は同じく阪急との対戦で阪急が2連勝して、長嶋監督は第3戦取りましたが、あと2連敗、1勝4敗で日本一にはなれませんでした。17年ぶりになりますかね、77年からですから。あ、そうですね、西武の方の森監督もあれ86年広島阿南監督と新人監督同士でね、シリーズは引き分けから始まって3連敗、その後ひっくり返して4勝3敗で勝った監督さんですからね。そうですね、まだまだ西武としてもこのもし5戦を落とすとしても粘りの上では十分にその力を持っていますが、欲しかった辻見逃しの三振ということでツーアウトです。桑田奪った三振、この試合7つになりました。桑田ももう6回頃からね、かなり疲労が来てるんですけど、ここはいろんな種類のボールを持ってますし、はいはい、精神力とその技術力で補ってきてますね、そしてそれにこうして打線がね、効率よくパンパンと取りましたからね。これはいっぱいいっぱいになってきた時に4点でしょ、それからちょっとまた苦しくなってきた時に3点でしょ、これはいい点の取り方してくれましたよね、清原。長嶋監督の目が生きています。両チームともヒットは10本でしたが、ホームラン、満塁ホームラン、ツーランホームランなど、清原2本のホームランはいずれもソロホームラン。しかし本当に藤田さん、まあね、このシリーズ一球の持つ重みで、放送席、長嶋監督のインタビューを聞きましょう。総理監督インタビュー、ジャイアンツ長嶋監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日も本当にすごいゲームでした。そうでしたね、はい、まず何といっても驚いたのは尾形選手の満塁ホームラン。あの6回の満塁、まあ、よもやというね、本満塁出ましてね、やはり今年はいろいろとこうミラクルボーイがレギュラーシーズンから出ておりましたけどね、この大事なゲームでよう尾形あそこで満塁打ってくれましたね。あそこでかなり局面も優位に立てましたし、桑田の球数もあそこから乗ってきましたしね、まあ、何といっても昨日のサヨナラの負けの嫌な雰囲気をやっぱり桑田の力投でね、吹っ飛ばしてくれましたし、非常に今日は投打の噛み合いがうまくいきました、はい、本当にその今話に出ている桑田投手は見事でしたね、見事でしたね。
球数はどの170近いでしょう、おそらく。そうですね、160は超えてます。そうでしょ。ですからね、やっぱり桑田のスタミナとしたたかな精神力、やっぱああいうマウンドに出てきますとね、やはりバックもかなりの乗りも良くなるし、集中も出てきますしね、今日は本当に桑田よく投げてくれました。ブルペンでは牧原投手もリリーフされてました、準備されてましたね。まあクロスゲームではワイニングはもし勝ちゲームだったら昨日同様まあ投入するつもりでおりましたけどね、ここでまあ牧原を使わずに、かなりスタミナ温存しましてね、非常にいい展開になったと思います。しかしこの西武球場にやってきて3試合とも本当に大変なゲーム、まるであの地元の球場でやっているようなジャイアンツの活躍ぶりですね。そうでしたですね。まあこれだけのファンの皆さんの温かいご声援でかなり選手も乗っていましたしね、非常にいい形で今日はこの3連戦うまくできましたね。まあ、最悪でも、まあ、1勝2敗ということを、まあ、計算は入れておりましたけども、これが2勝1敗でホームに帰れるということでね、非常に、いい形で帰ることができます。ナイトゲームというのはどうでしたか。いや別にデイもナイトも関係ありません、はい、さあそしていよいよ長嶋巨人として初の日本一王手です。まあ大手だったということだけですけどね、まだ勝負は、6戦そしてやはり7戦という2ゲーム残されておりますからね。ですからまあなんとか、決着をつけたいと思いますけども、まあ最悪でも7戦で決着ホームつけたいとそう思っておりますけども、まあ勝負ですからどういう展開になりますか。これやはり一瞬先闇で、おそらく西武もこれのままで終わらないと思っておりますしね。ですから相当ホームへ帰って引き締めていかないと、隙を見せたらやはり昨日みたいに上ぜられますしね。ですから、とにかく引き締めながら、そしてホームの地の利を生かしながらやっていきたいと思っています。第3戦のあたりから第6戦がビッグゲームになると長嶋監督がおっしゃってました。まあ、たまたまでしょうけどね。とにかくまあホームへ帰って頑張ります。どうもありがとうございました。勝利監督の長嶋監督でした。長嶋監督に対するインタビュー、そして満塁ホームランの尾形選手です。さあそれでは続きまして満塁ホームランを打った尾形選手です。打った時の感触を教えてください。あ、手応えは十分だったんですけどね、あの吉武さんが登ったんで、あ、取らないでくれっていう気持ちでしたね。満塁で入った打席、どんな気分で入ったんでしょう。いや、やっぱりいい仕事したいなって、それだけですね、はい。そして一塁ベースを回ったところで右手が上がりました。あ、最初にレフトの前進を見てね、手が回ってたんで、よしと。ベンチに帰ってきてナインの反応はどうでしたか。いや、喜んでくれましたよ。まあ自分はまあ嬉しかったんですけど、照れを隠すのが精一杯でしたね、はい。ちょうど4年前、尾形選手はこの日本シリーズの西武球場で一塁に駆け込んだ時に怪我をした球場ですよね。しかし今日はすごい思い出ができました。そうですね、あの日本シリーズはちょっといい思い出がなかったんで、今日は最高の日になりました、はい。それでは第6戦に向けて何を代表して決議をお願いします。もうここまで来たらね、一気に勝ちたいと思いますので精一杯頑張ります。ありがとうございました。満塁ホームランの尾形選手でした。歓声が湧く西武球場、しかし1対1均衡を破った尾形のホームラン、まあよもやという感じがありましたが、あ、桑田が今呼ばれましたね。そして見事完投167球を投げ抜きました桑田投手です。本当に力投でした。あ、どうもありがとうございます。今日は本当に大事なゲームでしたね。そうですね、まあ初戦6回でね降板したんで、今日はもう完投するつもりで、負けた夜からずっと考えたんですかね。
途中6回7回球数が多くなったあたりからどうだったんでしょう。いや僕はもうこういう短期決戦ならね毎日でも大丈夫ですから、もうそのため今までずっとねトレーニング積んできたわけですから。6回あるいは7回のあたりで堀内ピッチングコーチに何かおっしゃったそうですね。まあ点差が空いたんで変われって言われたんですけど、今日もう完投することが一番の目標でしたから、もうわがまま言ってねさせてもらったんです。そしてもう一つ宿命のライバル清原選手には2本打たれました。やはり僕がね世界ナンバーワンというバッターだと認めてるだけあって、やっぱりすごいバッターですね。しかし今日は本当に素晴らしい力投だったんですが、この後桑田投手第6戦あるいは7戦どうなんでしょう登板は。いつでも行きます、はい、ジャイアンツ長嶋巨人の初の日本一に向けて最後に決意をお願いいたします。そうです、まあ、僕自身は、ね、出された試合で精一杯頑張るだけなんですけど、まあ、今チームが一丸となってね全員野球で頑張ってますんで、これからも応援よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。見事完投勝利を抑えました桑田投手でした。いや藤田さん、長嶋監督がね、はい、大手をかけてから随分その慎重発言になりましたね。そうなんですよ、そういうもんなんですよね、はい、この最後のね、はい、なんて言いますか爪っていうのがね、ものすごく大事になってきますから ね、 ね今までと違った神経でやっていかなきゃいけなくなってきましたから、はい、しばしばお伝えしてきましたが、この第5戦ハイライト、なんといっても6回緒方の満塁ホームラン、そのシーンをもう一度ビデオテープでご紹介しましょう。今日はゲスト赤堀さんでしたが、近鉄の赤堀さん、はい、ねえ、ここ爪までは完全だろうと思えた最後でしたね。最後は本当に甘くなりましたね。藤田さん、本当に一球の持つ怖さというのをですね、はい、またこの試合でも、ね、特にこういう緊張したゲームではね、はい、こういうものがはっきりと出てしまうんですね。それにしても狙ったストレート、バッテリーにとってはバッカなコントロールミス、はい、これですかね。このシリーズ杉山がどうもうまく噛み合ってないんですね、はい、元幸投手のお話でした。どうもお二方ありがとうございました。どうも失礼しました、はい。